コウノス市は埼玉県の県央部に位置する市。人口は約11万8000人。中仙道の宿場町、コウノス塾として発展し、現在では東京の住宅衛生都市としての性格を持つ。一方で、柿園芸や稲作も盛んなほか、400年近く続くひな人形の産地でもあり、日本一高いピラミッドひな壇やポピーの栽培面積日本一など、 ひな人形やカキに関する日本一の記録を持つ。1954年に市政を施行、埼玉県下17番目の市となる。市の面積は約67.49平方キロメートルで、埼玉県内では所沢市に次ぐ12番目である。全国的にも珍しい市営ガスを早くから供給していたため、かなりの地区で都市ガス化されている。1989年に、 埼玉県内で唯一の学科試験、技能試験、限定解除審査や初心者更新を行う場所である埼玉県警運転免許センターが設置された。市の中心駅であるコーノス駅の東口は1991年以降都市計画による再開発事業が進められ、2007年にショッピングモールやマンション棟からなる再開発ビル群エルミコーノスが建設された。 また北高野瀬駅西口では2005年から土地区画整理事業が行われ、2008年4月の町開きを経て、西口駅前広場は2009年4月に共用が開始された。主に西部を荒川が南東部から中央部にかけてを、元荒川が北東部を三沼大洋水がそれぞれ流れており、中央部は大宮大地に位置する。標高は 低い地点で10メートル、高い地点で25メートルくらいと標高差が少ない。直下には中央構造線に関連した綾瀬川断層がある。気候は太平洋側気候で冬は乾燥していて晴れの日が多い。アメリカから神前人形としてコーノスに送られた青い目の人形とその当霊として送る日本人形。二千十年以降は人口が 徐々に減少しつつある。カッコ内は、河野市に続く町名大規模、小売店舗立地方的法用店舗を記載。国道17号 JR 高崎線沿線に集中しており、川里地域には1店舗ある。当市の町域は、基本的に昭和の大合併前の町村ごとに地区が分けられているが、北河野市駅開設時に整備された赤県大地区は、一つの地区として、 旧町村の区分から独立している。また、平成の大合併で編入された旧北足立郡吹上町、旧北埼玉郡川里町は、それぞれ一つの地域として分けられている。当市には、下記に記された、行政地名以外に、住居表示の実施により消滅した、旧商事や旧町名、また通称として使用されていた地名が存在する。現在、 これらの地名は、自治会名やバス停名などにその名を残している。例として、河野市地区の7県町、小成町、元市町、中町、愛生い町、うさぎ山などが挙げられる。旧町名の内宮元町と本一町は、河野市駅前の再開発に伴い造成された公園内に、富永町と石橋町は、河野巣市立河野市東小学校の校庭部分に、それぞれ、 外国符号として採用されることで復活した。外国符号は採用数字を使用するのが通例であるが、東公園の住居表示制度による住所は、河野市本町一丁目宮本町番と、道本一町番、また河野市東小学校校庭部分は、河野市本町六丁目、富永町番と、同石橋町番である。同様に、旧字名のうち、旧河野鈴塾のあざ名、 マリコは、河野市立河野市南小学校の敷地内の、正半部に、旧上尾稲塚村内のあざめ、新屋敷は、東4丁目の、欅通り公園の敷地内に、それぞれ、外国号として採用されることで復活し、前者は、河野市本町八丁目マリコ番、後者は、河野市東4丁目新屋敷番となった。小学校、市立小中学校には原則、 ホームページが存在する。しかし、少数の小学校ホームページでは、リンク切れなどがある。中学校高等学校、専修学校特別支援学校市外局番は、市内全域048。市内局番が 5XX の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、河野局、三田局、埼玉吹上局、川里局。 5 XX から始まる。市内局番は、東市のほか、北本市、行田市、羽生市、熊谷市、深谷市、大里郡により町で使用されている。郵便番号は、旧吹上げ町区域が369から 01XX、その他の区域は365から 00XX である。中心となる駅、河野瀬駅また北本駅が市の南部に、 行田駅が、市の北部に近接している。その他、上越新幹線が、大宮駅、熊谷駅間で当市を通過している。タクシーの営業区域は、県南中央交通圏で、川口市、埼玉市、上尾市、戸田市などと同じエリアとなっている。吹上地区元荒川の桜柿生産やひな人形の製造が盛んなことから、柿の出荷量。 栽培面積やひな人形にまつわる記録を、はじめ、計8つの日本一が存在する。歴史上学術、芸術政治系の音楽スポーツ実業マスコット、キャラクターヒナちゃんを含む出身者他ゆかりある著名人17人を任命。ありがとうございます。